とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩りやっていきたいと思います。これはね、今映ってるのはサブアカの方ですね。メインの方がサブアカの方に入ろうとしてるんですけども、ちょっとなかなか入れなくって、撮影から先に始めてます。なんか不具合でね、入れなくなることが結構あるんだよね。まあそのうち入れるでしょう。古代狩りで今日狙うのがバブルバースターですね。もうすでにギフトでもらった素晴らしいのはあるんだけども、ギフト会するときに、欲しがる人が結構いるんですよ。なので今日はバブルバースターを、狙って一点狙いでいきたいと思います。狙っているのはクールダウンショット、ロールチャージかアーティファクトチャージ、どっちかだね。プラスバーストボーストリング、その3つが入ってるやつだね。これを探していきたいと思います。ギフト界では本当に欲しがる人が多いので、これをなんとか出したいと思います。それでは終わりましたね。周回だいたい3時間ぐらいです。3時間ぐらい終わりました。でパワーをね、17まで下げていきました。あそこのボスって変更を持ってんのよ。変更を持ってて、ちょっとめんどくさかったので、17まで下げていきました。多分、報酬に変わりはないと思うので、いいんじゃないでしょうか。で、報酬ですけども、怒りと亀の防具、ノーマルのやつね、は売りました。で、バブルの弓は一応取ってます。あれは、まあ、バブルダメージがあるので、ワンチャンあるのかなと思って、取っておりますね。おお、ちょっと待って、いきなりじゃない？いきなり良くない？あ、でも、ポーションバリア2か。7秒。7秒はちょっと使いにくいかな。勇者だったらば、7秒でも、ちょっとは良さそうだけどね。良くないです。で、こっちの亀は、クールダウンなし。こっちもクールダウンなし。クールダウンなし。ひどい。ひどい。こっちもなしですね。全部で何個出てる？1、2、3、4、5、6。17個かな？ 17 個出ておりますね。覆われた怒り。リフレッシュついてる。ダイナモがない。いりません。リフレッシュ付き。ダイナモなし。こっちは、ダメだね。やっぱリフレッシュ、ダイナモ、虚無、その3つができれば入ってほしいんだよな。なかなか難しいですね。じゃあ、ノーマルのバブルから見ていきましょう。ロールチャージのみです。ダメ。こっちはアーティファクトチャージのみか。使いませんね。こっちもアーティファクトチャージ、惜しいね。惜しいね。惜しいのが結構ポンポン出てる気がする。あー、バーストボーストリング。クールダウンショットが出ない、今日。クールダウンショットがねえな。こっちは、あー、あった！クールダウンショットとロールチャージ。まあ、普通だね。まあ弱体化入れてもいいかな、ぐらいじゃない？クールダウンショット、ロールチャージ、弱体化。スーパーチャージは別に意味がないかな。あ、これは一応取っときましょうか。二つついてます。一応クールダウン編成なんでね。おい！ロールチャージとアーティファクトチャージ、両方ついてて、クールダウンショットなし。いりません。これは何もついてない。バーストボーストリングだけか。なんか合体してほしいな。いりません。あと1個？嘘！こっちもバーストボーストリングのみ。サブアカの方は、1個だけでしたね。まあまあ、でも、バブルバースターのクールダウン編成、プラス、まあ弱体化、使うかわかんないけどね、がついてるのが1個出ました。サブアカはこんな感じか。しょぼいな。はい、メイン、いきまーす。それではメインの方ですね。メインの方は何個だ？1、2、3、4、5。16個か。16個です。事前に
同じく怒りと亀の防具は売ってあります。亀の防具から見ていこうか。さっきはねクールダウンとポーションバリアのやつがあったんで、こっちも出てきてほしいな、そういうのが。あー、クールダウンのみ。あ、亀の防具少なめだね。亀防具少なめでした。え、こっちバブルばっかり出てるね。いいんじゃない。クールダウン、リフレッシュとダメですね。アーティファクトシナジーです。ダメ。バブルから見ますか。ロールチャージのみ。いらない。こっちは何もついてない。パワーがね、低めっていうのもやっぱいいかもしんないね。バブルは。やっぱ弓はある程度パワー低めで作っててもいいんじゃないかな。どうでしょうか。これもいらない。バーストボーストリングのみですね。ついてないなぁ。まあまあまあ、狙いはね、バブルバースターだから。あー。でもね、ここら辺からね、なんかいいのがね、ちらほら出てほしいところよ。ほんとに。何もない。おっと？ちょっと待って。ちょっと待って。なんでバブルバースターにつかなかった？おい。これどういうことよ？クールダウンショットでしょ？バーストボーストリング。アーティファクトチャージ。狙いのやつ出たじゃん。狙いのやつ出たけど、バブルの弓か。バブルか。あのね、バブルの弓とバブルバースターじゃね、結構違うのよ。あのね、バブルバースターは、複数の敵にパパパパパパパって当たって、めちゃくちゃいいんだけども、バブルは、その複数の敵に当たるっていう能力がないんだ。いやーでも使えるか？使えるかもね。クールダウンショット、バーストボーストリング、アーティファクトチャージ。悪くないかもしれない。狙いは出たよ。出たけども、ノーマルの方かー。しょっぱいなー。んで、普通のやつ見てみましょう。いりません。こっちは、アーティファクトチャージのみ。ついてない。あと二つか。バーストボーストリングだけ。最後。ついてないか。ダメか。いやー、ちょっと待って。あ、まだあった、まだあった、まだあった。下の方に行ってたんだね。な、まだあったんかい。となると、こっちは20個ぐらい、いいのが出てたっていうことね。亀、クールダウン、のみか。こっちは、ポーションバリアのみ。リフレッシュのみ。です。こっちが、ロールチャージ、アーティファクトチャージ。両方いらないんだ。どっちか一つとクールダウンショットでいいんだよね。ダメ。リフレッシュ、虚無。ダイナモで当たり。ハズレです。これほんと良かったよね。横はどうだ？おいって、おい、こっちもじゃん。こっちもじゃん。ロールチャージとバーストボーストリング、クールダウンショット。おい、バブルの弓に2つ出てるぞ。おい、どういうこっちゃ。あ、まあこっちはアイテムボーナス、こっちがダイナモ参加。まあまあ、バーストボーストリングついてるんならば、ダイナモがあんまり意味ないんで、こっちだろうな、アイテムボーナスの方が使えるだろうね。おい！となると、下のバブルバースター、これも、ついてる？あー！バカ野郎！めちゃくちゃ惜しいじゃん！めちゃくちゃ惜しい！クールダウンショットが入ってて、で、バーストボーストリングとロールチャージが同じ場所にある。もう、なんだよこれ。まあ、一応、取っとってもな。いやー、惜しい。惜しいです。はい。ということで、今日はね、
古代狩り3時間頑張ってみました、バブルバースターを狙っていって、なんとバブルの弓の理想が2つで超惜しいバブルバースターが1つ出ました。いやー残念だったな、今日良かったね。はい、まあまあこのバブルの弓欲しい方いるかな、うん、まあいるんであれば今度、ギフト会の時配ります。バブルバースターが欲しかったな。はい、まあまあまたねやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。惜しかったー。